はい、直後の不思議なダンジョンやってます。ちょっとこれ音でかいな。ゼリーみたいなやつ、レッドマシュマロ分裂しやがった。すごく荒れな野菜。一回ね、このダンジョンでやられちゃったんで、アイテムとかないんですよね。あとレベルを上げつつアイテムを集めていきたいと思います。頑張れアルファ、頑張れ。ゴブリンパンチ来た。ゴブリンちょっと逃げるから嫌だな。ちょっとポーションとか、敵多くない？ほい、ケイ、とりあえずこのダンジョンは10階まで行ったら戻れるダンジョンだったかな。このなんか22階のボスはフェニックスみたいなやつだったんだけど、それがちょっと強くて。これ踏んだことないな。一回踏んでみようかな。ケアルク、ありがとう。うわ、無理や。お、レッドマシュマロをバディとして連れてくるようになった。いろんなやつ連れてって強くしたらいいのかな。強くするっていうか、直後と同じレベルなんだったよね、確か。そもそも直後がレベル上がらないと、そのバディも強くならないっていうか。よし、レベル上がった。艶出しクリームはアイテムを鍛えてくれるんでね。モンスターハウスみたいなやつがそのうち出てきたりするのかな。ちょっと分かんねえな。鑑定メガネだっけ、あれ使わないとアイテムが何なのか分かんない。罠が結構多い気がするんですよね。
守護者フェニックス。とか使ってた方がいいな。なんかあんま使わない。はい、経験値稼ぐのに。なかなかレベルが上がらない。ゴブリンばっかり。じゃん。分裂したら経験値も半分になっちゃうな。ダメだな。7回。ボムはあれね、爆発したら厄介なんだよね。HP の半分くらい持ってかれちゃうのか。はい、仕方ない。カメ。硬いな。いい装備とか手に入ったらいいんだけど、アイテムこれ名前わからんな。まあこれ多分普通の野菜だと思うんだよね。リザードの野菜だし、まあ腐ってるかもしれないけど、マンドラレット。なんかブロードキャストをしてやりたいんですけど、なんかね禁止区域とかってなっててできないんですよね。なんか設定みたいのがあるのかな。いきなり爆発する。寝ちゃった。危ねえな。頑張れ。紫なんだろう。あんま踏みたくないっすね、罠は。買わせるものなら2匹いるのはちょっと厄介だな。良さげなアイテム。
10階まで来て戻れないか。10階まで来ましたけど、1階22階まで行ってるんで、行けますね。なんか脱出みたいな項目なかったかな。気のせいかな。よく見てないからわかんないですね。あ、脱出あるね。まだ多分ちょっとね勝てないと思うんだよな。装備とかそんなやつとか変えたりしないのかな。直前まで行って脱出して鍛え直してます。
壊攻撃とか厄介だな。ファイヤーエレメントルは HP が低いから楽勝利。スライドシュクリーム欲しいな。モーション、モーションとか HP がマックスの時に使ったら HP 伸びたりとかしないのかな。火の粉、火の粉はいらないか。金の粉、どうですか。後ろからも来てるね。こっちは俺届かないんだよな。頑張れ。うわ、あと HP10 しかない。聖堂のクラ、聖堂のクラも欲しい。アイテムを味方に入れとかってできないとか、投げたらいいんじゃね。いい、バリアの HP がなくなっちゃうよ。13回まだまだだな。階段だけ見つけてね、ささっといけば早いですけど。ハイポーション欲しい、ハイポーションが欲しい。ほい、ミスターハウスか。ワクワク、なんか強そうなの来たな。いや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 、12いけるんじゃないか。必殺でチョコボブロックは1マスか。長距離攻撃ができないな。マジそこ射程か。死ぬぞ。
わ。脱出できないこれ。へい、逃げるが勝ち。はい、ということでね、なんだっけ、火のダンジョン、やってみたんですけど、どうでしょうか、感じ的に。チョコボは可愛いっていうのと、あとまあ地味にねレベル上げていいアイテムを集めてボスを倒していきたいですね。